2023シーズンを戦い抜いた選手スタッフに大きな拍手をお送りください。ただいまより2023シーズンホーム最終戦セレモニーを行います。まずは株式会社モンテリオ館代表取締役社長相田健太郎からご来場の皆様にご挨拶を申し上げます。ご紹介いただきましたモンテリオ館の相田です。皆様今日このような悪天候の中、多くのお客様に集まっていただき本当にありがとうございます。心から感謝いたします。そしてもうほとんどの方いらっしゃらないかもしれませんが、バンボールコートのクラブスタッフサポーターの皆様、今日はどうもありがとうございました。1年で皆様が活躍することを心から期待しております。さっきまでいろいろ言語を書いたりとかいろいろしてたんですけれども、もう途中で導入がしまして、
今日は心の声をそのままお伝えしたいなと思います。今年本当に順調なスタートが切れたかと思ったんですが、途中で勝ち抜かし監督交代があり、そこからチームが渡辺監督を中心にしっかりと立て直してくれて、最後ここまで本当に首の皮一枚、すごい薄い完成だったかもしれませんが、ここまで辿り着くことができました。本当に監督と選手、スタッフに皆さんもう一度拍手をお願いいたします。そして今日お集まりの皆さんを含めて、スポンサー、行政、地域の本当住民の皆様、本当多くの方に我々支えられてここまで来ました。もう途中でどうなることかと思ったこともたくさんあります。でも必ず皆様にお会いすると、なんとかなるだろうと、しっかりとやれば絶対になんとか大丈夫だからと言っていただいた方がほとんどでした。本当に皆様に力をいただいた支持だったと思います。本当にありがとうございます。そしてこのようなご経験がいいのか分かりませんが、皆さんやってまいりました。我々は大好きなプレーオフです。ここから絶対に下克上を起こして J1 上がってみましょう。本日はどうもありがとうございました。続きまして、モンテディオ山田渡辺進監督から皆様にご挨拶を申し上げます。今シーズンもたくさんのご支援、そしてご支援いただいたクラブのパートナー企業の皆様、そしてサポーターの皆様、本当にありがとうございました。そして今日この冷たい雨の中集まっていただいたモンテディオ山田のサポーターの皆さん、あなたたちは最高だ。間違いなく皆さんの声援と思いと熱が選手たちに届いて、選手たちの足を前に前に運ばせてくれました。最後劇的なシーンが何とかありましたが、間違いなく皆さんの力がプラスになって、このような結果にたどり着いたと思っています。本当にありがとうございました。ただ今年の我々の物語にはまだまだ続きがあります。紆余曲折、試行錯誤、いろいろなことがありましたが、振り返るのはまだ先にして、我々の物語のラストページ、この8周のページを皆さんと一緒にしっかりと勝ち進して、最後は最高のエンディングに進みたいと思います。あと3週間2試合どうか付き合ってください。本当にありがとうございました。最後にモンテディオ山形の選手を代表いたしまして、キャプテン山田拓海選手から皆様にご挨拶を申し上げます。本日は寒い中、今最終戦にお越しいただきありがとうございます。バーホール候補の佐藤渡辺さんも、エンゼルスのサポーターとともに最高の雰囲気を作っていただき、本当にありがとうございました。そして1年間、共に戦ってくれたファンのサポーター、スポンサーの方たち、行政関係の方々、相手社長をはじめするクラブスタッフの方たち、
ボランティアスタッフの方など、モンテディアの方に携わってくれた全ての方に感謝いたします。1年間ありがとうございました。シーズン当初に掲げていた目標には届きませんでしたが、なんとかシーズン全員で山形一丸で熱烈に戦って、なんとか昇格への可能性を残してシーズンを終えることができました。シーズンまだ終わらないので、ここで、ね、なんと言っていいか難しい部分もあるんですが、連勝もあり連敗もあり、例年以上に波のあるシーズンでしたが、本当にここまで何とか起こったのは選手としても一つの成果だと思いますし、一番はどんな時も僕たちのことを最高の応援で背中を押してくれたここにいる皆さんのおかげだと思います。残り2試合必ず勝って、今年こそ昇格できるよう残りの時間、全員でいい準備していきたいと思います。最後まで熱い応援をよろしくお願いします。最後になりますが、この後、挨拶セレモニーがある県や、そして僕の大好きな先輩で、皆さんも大好きだと思いますけど、チャンさん、石井秀選手が引退を決断しました。長い現役生活と山形のために貢献してくれた二人に皆さん一緒に拍手を送っていただきますか。本当にお疲れ様でした。そしてありがとう。挨拶以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。ここで2023シーズンの表現役を引退することとなりました。岡崎健也選手の引退セレモニーを行います。岡崎健也選手、前にお進みください。岡崎健也選手は2013年関西大学からガンバ大阪に入団。その後の3月24日に J リーグ初出場、その後は愛媛 FC、栃木 SC を渡り歩き、2019年にモンテディオ山形に加入。その高いパスの技術と攻撃力、そしてリリックの選手が誰よりも笑顔で喜び、手間を乗り越えるその姿は若手の魅力として、いい刺激を与える存在として、チームを牽引し、J1、J2 リーグ通算152試合に出場しました。岡崎選手、スタジオの皆様、どうぞ以上をご覧ください。楽しみにしてます。これからも県やらしく頑張れ。県やご家族の皆様、
本当にお疲れ様でした。私たちは岡田選手とともに栃木市で2017年、2018年プレーさせていただきました神田監督と申します。聞いながら引退の電話をいただいた時は正直悩みだなと感じましたが、結果が悩みで決めたことだと思います。引き後の思い出は苦しかった人生と共に戦い昇格したこと、点が入れば笑顔で全力疾走を出してきて叩き続けたら家族同士でもたくさんご飯できましたね。キリアの次のキャリアについてですが、ここは全く心配していません。それはキリアがピッチの上、またピッチ外で皆さんの前で証明をしていけるかと思います。キリアの周りには笑顔がたくさん戻っています。その笑顔を忘れずに次も進んでいただけたらなと思います。またご飯に行きましょう。本当にお疲れ様でした。お久しぶりです。 NMFC コーチの青野です。ケンヤ11年間長い現役生活をお疲れ様でした。まあ、ケンヤのこれから本当に何をするかまだわからないですけど、ケンヤの怪我は心配していません。唯一心配するとしたら踏み切り、まあ、そこなのでしっかり踏み切りを直して次のステップに羽ばたいてください。また時間があるときに NMFC でも遊びに来て家族でご飯でも食べましょう。本当にお疲れ様でした。愛媛 FC と大学時代と一緒にプレーさせてもらいましたけども、サッカーの実力はもちろん、その思い合いだったり優しさの部分で救われたチームメイト仲間たちは本当にたくさんいたと思います。これから大人の人生始まりますけども、キャリアには力強い仲間がたくさんいると思いますので、必ず成功すると思います。僕はキャリアと一生の友達だと思っているので、これからもぜひ仲良くしてください。本当にお疲れ様でした。ケンヤと過ごした時間は、本当チームがプレシートに助けてくれて、本当に感謝しています。ケンヤなどとも言って、大丈夫。水道のことも、自然も頼みます。時間があれば、召し上がってみましょう。岡崎ケンヤ、坂田、人生、お疲れ様でした。ケンヤとは、ガンバ時代に助けてくれて、本当に、僕の人生センスあるんじゃないかなと思うぐらいサッカーが上手い選手っていうイメージを持ってます。ケンヤみたいなテクニシャンが受け継いでいることを来年に思いますが、ケンヤのプレーを見て僕も楽しませていただきました。家族と共に仲間に温めてもらって、僕の家族もケンヤのプレーを見ました。これからケンヤのプレーは夢なのからなんで、これからの人生それでは岡崎健也選手からサポーターの皆様へお会い
挨拶をお願いします。よろしくお願いします。まずはじめにこのような素晴らしいセレモニーをしてくださった会社社長をはじめスタッフの皆さん、本当にありがとうございます。そしてこの天候の中最後まで残ってくださったファン相談の皆さん、本当にありがとうございます。私は岡崎県は今シーズンを持って現役を引退することにしました。一緒に戦ってくれた南部監督、コーチングスタッフ、トレーナー、マネージャー、そして今日最高の試合を見せてくれた大好きな仲間たち、本当にありがとうございました。しっかりと自分の思いを伝えたかったので、手紙を書いてください。読ませてください。プロ11年、本当にたくさんの経験をさせてもらいました。ガンバ大阪、愛媛 FC、 栃木 SC、 そしてモンテリオ山形、関わってくださったすべての皆さん、ありがとうございました。リリースでも伝えさせてもらいましたが、サッカー人生振り返ると、怪我もたくさんし、苦しいこと、悔しいことの連続でした。そんな時にある言葉に出会いました。それは、試練には必ず宝がある。苦しいこと、悔しいこと乗り越えた先には必ず宝がある。この言葉を信じて日々全力で取り組んできました。苦しい時、逃げ切れずに立ち向かったこと、這い上がるため挑戦し続けたこと、諦めずに試練に立ち向かったおかげで、たくさんの優しさや愛情を感じることができ、そして素晴らしい人たちに出会うことができました。それこそが僕の宝だと気づきました。このような経験をモンテディオ山形との5年間でたくさんさせてもらいました。自分がどんな状況でもまっすぐ向き合い、愛情を注いでくれたクラブ、試合に出れる選手も、なかなか試合に出れない選手も、誰一人手を抜くことなく、日々全力でトレーニングする仲間、膝の怪我をした時にスタジアムに大きな横断幕を掲げてくれたこと、こんな温かく素晴らしい経験をさせてもらったことに感謝しかありません。そんな方々と出会い、ここ山形で引退したい気持ちが強くなりました。胸を張って言えることは、山形のために全力で毎日を過ごしたこと、プロ11年どんな状況に置かれても前向きにチャレンジし続けたこと、今日はサッカー人生初めて自分のことを褒めてあげたいと思います。少しだけ感謝の気持ちを伝えさせてください。尊敬する父ちゃん、母ちゃん、サッカーに出会わせてくれて、自分がやりたいこと、一度も反対せず味方でいてくれたこと、あなたたちのおかげで
素晴らしい人たちに出会うことができました。プロ11年、年間一緒に戦い続けてくれた妻、あなたがいなければ11年間プロサッカー選手をできてませんでした。楽しさも嬉しさも悔しさも苦しさも一緒に共有してくれてありがとう。かわいい3人の子供たち、試合で出ているかっこいい姿をもっと見せたかった。家族会議で父ちゃんサッカー選手やめますと伝えた時のみんなの大粒の涙を忘れず、サッカー選手の時より輝く父ちゃんであり続けられるよう頑張ります。そしてどんな時も応援してくれたファンサポーターの皆さん、苦しい時に励ましてくれたこと、嬉しい時に一緒に喜べたこと、同じエンブレムをつけて戦えたこと、こんな自分を応援してくれモンテを好きにさせてくれて本当にありがとうございました。最後になりますが、山形のチーム、町、人、チームメイト、すべてが大好きです。人生は出会いで決まる。みんなに出会えたことがすべてです。この素晴らしいメンバーで必ず J1 に昇格したいです。プロ11年間、山形5年間、最高の時間を心からありがとうございました。山形に関わる全ての皆さんの幸せを願ってます。本当にありがとうございました。岡崎選手、ありがとうございました。ここで岡崎選手のご家族から花束と記念品の贈呈です。岡崎美也選手、現役生活をお疲れ様でした。皆様、岡崎選手に盛大な拍手をお願いいたします。ただいまよりモンテニオ山形の選手、スタッフがスタジアムを一周し、皆様に直接ご挨拶を申し上げます。選手がお近くに移動した際には大きなご声援をよろしくお願いします。